少し前にです、ね、2016年の中華レベー事情の動画っていうのを作ったんですけれども新興の中華ブランドがアマゾンランキングにこう食い込んできてるって話をしましたで価格が安い割にレビューの評判もいいので1つ買ってみましたはいこれですねドナーっていうブランドの DUS1 っていうモデルですアマゾンの商品名にある231って っていうのはコンサートサイズを表してますね中華レールによくあるインチ表記なんですけれどもウクレの全長を示してましてソプラノだったら21インチテナーが26インチそれで23インチがこのコンサートサイズっていうことになりますねはいさてドナーっていうブランドなんですけれども あまり耳にしたことがないっていうふうに思いますけれども知る人と知る中華ブランドなんですね実は、うん、コンパクトペダルをたくさん出してるんですよ、まあ、エフェクターなんですけれどもこれがかなり評判でして従来コンパクトペダルって割と高価で、まあ、1万とか2万それ以上したわけですけれどもドナーのコンパクトペダルはですね3000円で買えちゃうんですね、うん、しかも音も悪くないですとうん で核破壊の波はウクレレだけじゃなくて、えー、エフェクターにも来てるよっていう感じなんですね。でそんなドナーが出してるウクレレがまあこれですね。まあ、ドナー自体がですね、ウクレレ作ってるとは思えないので、中国の工場の OEM だとは思うんですけれども、うんまあ、割と結構、うん、よくできてますね。はい、でまず、各部の紹介からですね、えー。サイズはコンサートサイズですで。ボディはマホガニの5番。ネックもマホガニですね。 14フレットジョイントのフフレレッットト数がままでありますでフレットの端がちょっと毛羽立ってますかね。うん、シバンとブリッジはローズッドが使われてます。でブリッジは結びこぶを挟むスリットタイプですね。サドルとナットはですねプラスチックですね。でサドル自体はですねこうセットバックサドルが使われてますね。うん、あと中華レレのお約束でですねエンドピンがボディエンドとこうネックのヒールに入ってますね。 でペグはですね、ダイキャスト製のペグなんですけれども、これ裏側が透明で中のギアが見えるっていう、まあ、ちょっと面白いギミックになってますね。でボタンは茶色のものがついてますで。弦はですね、フロロカーボンだそうです。まあ、透明な弦が貼られてますね。で詳しく見ていきますね。でボディの合板ですけれども、3枚合わせの2ミリ厚の合板が使われてます。合板としてはごく一般的な仕様ですね。 で塗装はこのようにサテンの艶消しですねで裏板は軽くラウンドバックになってますね面白いなと思ったのはブレーシングですウクレレだと、えー、このようにこうタコ足のように入ってるファンブレーシングっていうのが普通なんですけれどもこいつにはこう X ブレーシングっていうのが使われてます結構珍しいっていうかですね僕自身初めて見ましたねうんこだわりポイントとしては美味しいと思います でエックスブレーシングだと強度がすごく出るらしいんですね。ただ強度が出る分、その反面というかですね、ウクレが鳴らなくなるっていう意見もネットで見かけました。うん、ただこの答えを引く限りは特に鳴りが悪いっていう感じもしませんし、エックスブレーシングによる悪影響まあ、あるとすればですけれども、特に感じませんでした。はい、で装飾でいきますと、指板のここが目立ちますかね。うん、この波の形してるというか、ニョロッという。うん ロゼッタは木工細工のロープインレイですね。ヘッドにはですね、えー、ドナーのロゴのインレイが入ってますね。まあ、多分プラスチックですで。全体的にこう渋めの装飾ですね。うん。カカの 25D や 26D と同じぐらいおとなしい装飾ですけれども、このぐらい渋めの方が個人的には好みですかね。うん、でネックですけれども、ネックはちょっと幅広です。えー、ナットの幅が38ミ、mm、リありますから、おおむね AU1、 あるいはコルドバの 35T と同じぐらいの太さですね。で特にこう、ネックの厚みが薄めなので、うん、握った感じは 35T にかなり近いですね。コルドバの 35T にかなり近い握った感じです。で、弦ですけれども、これ製造品質がすごく良くないんですね。太さが均一じゃないんですよ。うん、明らかにこう断面がですね、扁平、楕円になってます。うん で弦の出音自体は悪くないんですけれども、こう、偏平になってるせいでタッチが良くないので、使えないという弦に張り替えることをお勧めします。はい。じゃあサウンドチェックをしてみましょうか。 いう感じで,ですね割と良くなってるかなというに思います。総じて悪くないなという風に思いました。値段がいいんですよね。うん。このコンサートサイズが、えー、5,600円です。リグバッグ、えー、スペアの弦、ストラップ、あとチューナーがついてますね。うん。激安ですね。コプラノが5,200円。同じセットで5,200円なので、400円差ですかね。うん。この機種自体はコンサートサイズの方のお買い得感がかなり高いかなと感じがします。 激安ウクレレの人気ナンバーワンはアリアの AU1 ですけれども、エビサウンドさんのセット、えー、バッグ、チューナー、DVD、あとコード表とか、えー、指板に入るシールなんか、ピックなんかも付いてますかね。うん、それがツイッターセットで、えー、5980円ですかね。はい。ほぼ同じ価格レンジです。けれども、こっちはコンサートサイズなので、えー、絶妙な価格設定じゃないかなというふうに思います。うん、で付属品もチェックしていきましょうか。 まずこのバッグ、えー、かなりいいですね。A1 のセットだとかなり残念なペラペラバッグなんですけれども、このドナーのはクッションも入ってるし、オレンジの差し色も割とおしゃれですよね。うん。背負ってて恥ずかしくないと思います。むしろかっこいい部類じゃないですかね。しかもこう、ダブルショルダーの仕様なんですよ。うん。ウクレナのギグバッグはダブルショルダーが絶対におすすめです。こう、両手がフリーになりますから、 ワンショルダーだと、こう、カフェの飲み物のトレーとかをこうテーブルに置くときにですね、こう、ずらずらっとずれてきて、飲み物をこぼしたって経験ないですかそういう危険がないですよね、ダブルストラップは。うん。それに、これは、両方がですね、フックになってるんです。こう下もそうですけど、上もフックなんですよ。ですので、えー、邪魔だったらこれ完全に外しておけます。うん。このバッグいいですね。 替えの弦ですね。まあ、替えの弦も断面がちょっと台になってるので、まあ、あまりおすすめじゃないですね。捨てちゃっていいかなと思います。それと、チューナーですね。チューナー、かかのおまけでついてるやつと同じです。こうドナーのロゴになってるぐらいで、電池と説明書ついてますね。うん、わざわざ日本語の説明書を作って、個別につけてくれてるみたいですね。それと、ストラップですね。ストラップ、こういうちょっと渋めのカラー、茶色のカラーの。 細めのものもですかねか、うん、なんかについてるやつよりは3分の2ぐらいの太さですかねウクレレだとこのぐらいの太さの方がかわいていいかもしれないです、ね、ちょっとつけてみましょうかうんヘッド落ちしますねちょっとヘッドが重い感じですはいということでですね、えー、ドナーの DUS1 コンサートサイトのウクレレの紹介でしたけれども アマゾンのレビューが高評価だったっていうのは割と納得できる内容だったかなというふうに感じました。2本目にコンサルサイズが欲しい人にはおすすめだなというふうに思います。で値段も AU1 のセットとほぼ同じ価格帯っていうことになりますんで、最初の1本に AU1 を買ってる人が2本目にコンサルサイズ欲しいな。どれ買ってみようかな。どのはどうですかっていうふうにおすすめできるかなというふうに思います。ネックもですね、AU1 と同じような太さ。 ですので持ち替えた時の違和感も少ないかなといううに思いますしいいんじゃないかなと思いますあえて注文つけるとすれば弦ですね弦ちょっと品質が良くないのでまあ、音自体は悪くないんですけども断面が扁平なタッチが良くないっていうことなのでちゃんとした弦をつけてくれればもう満点かなというふうに思います